ございます。どうもドラヘンです。皆さん火曜の朝いかがお過ごしですか？僕はちょっと今日寒かったんですけど、まあなんとかいつも通り6時半に起床することができ、朝ごはんを食べて今出勤の練習を兼ねて早くいつもより、そうですね、予約の時間はもっと遅いんですけど、まあいつも通りの仕事の時間に合わせて、まあ出勤練習をしております。早めに行ってね、まあ図書館でちょっと時間を潰しながら今後の自分について考えたいと思ってるんですけど、その上において必要になってくるのがやっぱレベルアップっていうことで資格を取ろうと思っております。まあつい先日応用情報を受けたんですけど、まあちょっと語彙が個人的に選んだ問題がちょっとミスったかなって感じで、全然うまく点数が取れなくて、まあ落ちたなと思っております。特にね、セキュリティの問題でが必須であるんですけど、そのセキュリティの問題をね、ちょっとうろ覚えやった部分があって、ちょっと盛大に外してしまったので、それを兼ねてちょっとその、セキュリティの問題、セキュリティに関する資格をちょっと受けようかなと思っています。なんか情報セキュリティマネジメントって割と比較的新しい、その IPA っていう機関が出してる試験の中では新しい資格になるんですけど、頑張って取ろうと思っております。それでは皆さんごきげんよう、さようなら。